マーク・デビッド・ブダスカは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、マーサー・グン・シャロン出身の元プロ野球選手、野球指導者。左投げ、両打。1973年5月11日に、オークランド・アスレチックスとマイナー契約。1978年にメジャーデビュー。1982年に、当時の横浜対応ホエールズに入団。登録名はマーク。同年で解雇。 帰国後はカリフォルニア州マリナ、デルレイでダイヤモンドの輸入、カット業を営む。1991年には映画ドリームゲーム、夢を追う男に出演した。1998年からは台湾に渡り公平生活来航と神南雄志でコーチを歴任した。2001年からはアメリカに戻ってボストンレッドソックス参加や、 セントルイスカージナルス参加などのマイナーでコーチを務めた。2017年6月9日、家庭の事情により休養したカージナルスの打撃コーチ補佐のビル・ミラーの代行となり、約2週間後の27日にミラーが復帰するまで務めた。2018年7月15日、前日に打撃コーチのジョン・メイブリーが解任されたため、公認となった。 2019年8月13日に解任された。ありがとうございます。